はい、ということで、メンバーの一日、2章編ということでよろしくお願いします。僕は普段は目覚ましは特にかけずに起きてますね。この日はですね、2ブロックの部分が、最近伸びてきまして、洗面所にですね、新聞紙を敷いて、剃る準備をしているっていう感じですね。まあ大体僕は2ブロックはですね、1、2週間のペースで剃るようにしてますね。昔一回めんどくさがってですね、お風呂場で剃るようにしてたんですけど、まあ、ちょっと鏡を見ずに、まあ、後頭部をその感覚で剃ったんですけど、そしたら一回ねとんでもないことになってしまいまして、書道のですね、筆が3つぐらい作れるんじゃないかってぐらいちょっと毛がドサッと降ってきちゃいまして、まあちょっとそれがトラウマで、それ以来、洗面所でやるようにしてますね。やっぱ三面鏡は大事ですね。ちなみにこの日はですね、先ほど言った剃りすぎてしまった後ろ側を、まあ応急処置として少しだけ残すように剃ってますね。まあ、普段は上半身は服を着ずに剃ってるんですけど、初回の時着ていたユニクロの T シャツがですね、まあ、だいぶボロボロだったんですよね。まあ、なので剃るついでにこの後ね、ゴミ箱にポイって、してますね。基本的にはシャワーは毎朝浴びますね。油汚れはすごい気にしちゃうタイプなもんで、寝起きのベタベタした感覚は、まあ、ちょっと耐えられないタイプですね。また髪型とかもやばいんでね、毎日朝浴びてる感じですね。で紫シャンプーは今通ってる美容師の方にお勧めされた、コルシアっていうところのやつを、使用してますね。まあ、ちょっと前まではグッバイエローっていうところのやつを使ったんですけど、え？グッバイエロー使ってんの？って言われてしまいまして、まあ、即座にコールシアにね交換しましたね。お風呂上がりまして、ムダ毛を処理しようというコーナーですね。僕はあんまり美容品については詳しくないのと、上西キッズなので上西さんがね、昔紹介した商品を使用してますね。やっぱり使いやすいですね。まあ、ちょっと勘のいい方はね、気づいてると思うんですけどね、あれなんで二章さっき捨てたはずのユニクロの T シャツをまた着てるんだって思われるかもしれないですけど、まあ、一応これ替えのユニクロの T シャツですね。まあ、変な話むずこれユニクロの T シャツ家にね予備に含めて8枚ぐらいありまして、まあね、巷ではね第二のねスイーブジョブズってね言われたりしてるんですけどね。まあ、そんなことを言っといてね、鼻毛剃ってますね。僕は鼻の構造上手前がねちょっと剃りづらい部分があるので、こんな感じで決まってますね。で無駄毛を処理したらですね、美容室の方で、買わしてもらっている、まあ、ちょっとね見た目的にはね何も書いてなくてねやばそうなんですけど、まあ、洗い流さないねトリートメントをね髪の毛につけていきます。まあ、これをしないで寝ちゃうと、まあ、翌朝ね、ちょっと枕元が犬が寝てたのかってぐらいねちぎれ毛まみれになっちゃうんで、まあ、2日に1回ぐらいのペースでね髪の毛につけてますね。で無駄毛と髪の毛が、まあ、一段落つきましたら、次は化粧水で保湿していきますね。まあ、これはあれですねこれはちょっと前使ってたのが少なすぎてですね、でこれを使うとまたなんかねいろいろ言われるんじゃないかっていうのをね、まあ、恐れて、新品開封してますね。でパンパンしてますね。実際これって効果あるんですかね、本当によくわかんないですけど。で、化粧水つけたら、あ、これ全くねピントが合ってないんですけど、まあ、乳液ですね。こっちはパンパンしないですよね、何なんですかね、違いがよくわかんないですけど。そしたら最近、首と顎のね境目がちょっとなくなってきてたので小顔マッサージをしてますね。どれくらいやばいかは、僕の去年のプレゼン動画と、今年の夏のドッジボール動画の、冒頭30秒を、見比べてもらえたら、一目瞭然であると思います。
そしたらですね、まあ、朝食っていうほどじゃないですけど、朝はプロテイン飲みますね。まあ、朝はタンパク質が枯渇してるからね、プロテインね、絶対飲めってね、筋肉が言ってましたんで、飲んでますね。実際の効果は不明です。で、プロテイン飲んだらですね、キッチンにいるついで、ということで、いつもね、タバコを吸いますね。プロテインとタバコはセットです。で、筋肉も言ってましたんで、で、タバコを吸いながらですね、昨日上がった動画とかの反応を見たりしてますね。まあ、顔からして、あんま良くなかったりですね。で、次は結構恥ずかしいんですけど、小顔マッサージ器具ですね。これですね、動画にする予定はなかったんですけど、まあ、というのもですね、一回僕が Amazon で小顔マッサージ系の商品を見てたんですね。そしたら何も知らない須藤くんが遠目から僕のディスプレイを見てたんですね。そしたら、まあ、ちょっととんでもない勘違いをしてしまいまして、おい、みんな集まってくれ、 Amazon で2章が SM 靴調べてるぞ、それもマスクのどぎついタイプだ、わあみたいなことをちょっと言い始めてしまいまして、スタジオがパニックになりかけちゃいまして、さすがにね、これは訂正しないと、ちょっとサブチャンネルで僕が日常的に SM グッズを調べてるっていう、ちょっとね、わけのわかんないね、悪い噂が流れてしまう可能性があったので、まあ、今回ね、これで先手を打ってますね。これが終わったら流れでドライヤーしてますね。ママさんタイプのね、ドライヤーを使ってますね。まあ、男だったら普通直当たりタイプのドライヤーをね使うとは思うんですが、僕はちょっと天然パーマでして、そのタイプでねやりますとちょっと髪の毛がね台風受けた後みたいになっちゃうんで、ブラシタイプを使ってますね。まあ、あとは安いからですね。ちなみになんでリビングかって言いましたら、髪の長さからですね、髪の毛を乾かすといつも30分ぐらいかかっちゃうのと、撮影当時はちょっと夏だったので、洗面所でやると風呂上がりにもかかわらず汗まみれになっちゃうからですね。そしたら歯磨きをして、ついでにさっきの髪のチェックをしてますね。あんま良くなかったみたいですね。やっぱり仕上げるときは洗面所ですね。で、髪の毛を結びますね。そしたら、出てきましたね、コーチの帽子です。困ったらこれかぶってますね。レベルの高い合格点を超えるコーチ帽子、オールウェイズ出してくれますね。で、ワンポイントとして結んだところを帽子の穴からちょうど出る感じにしてますね。最後に眉毛を描いて終わりですね。風呂上がりから支度までざっと2時間ぐらいですね。いやー、行きづらいですね。やっと外出です。実家編完ということで、ありがとうございました。この日の外はガソリンスタンドへ向かうところから始まりますね。ガソリンスタンドに来るたびによく思うんですよね、 K って燃費いいよなーって。まあ、ただ唯一の欠点である、ちょっと外見がダサすぎるという理由があるので、できればなるべく早く別の車にしたいですね。ガソリンを置いたらですね、ここからはいつものスタジオへのルーティンとして、大体コンビニに寄ってますね。ここでその日の食料やモンスター、そしてタバコの補充をしてますね。スタジオに到着しました。ここから、僕の仕事が始まるわけですね。と思ったら、飯を食べてなかったので、昼食休憩です。最近は糖質制限ダイエットということで、主に豆腐を食べてますね。一度インスタグラムの方で、おすすめのね、糖質制限メニューを教えてくださいというのをね、載せましたら、豆腐食っとけゴミと言われたので、おとなしく、それに従ってます。なので、今日の昼食は、豆腐マシマシ麻婆豆腐をおかずに、豆腐食ってますね。あんまり気づかなかったんですけど、
ふと客観的に見たらね、なかなか今回の食事終わってますね。で、飯を食べ終わったら喫煙者の佐賀ですね、またタバコ吸ってますね。いやー、客観的に見ると終わってますね。で、やっと仕事開始っていう感じですね。画面を見てもね、お気づきの方も少なくないでしょう。はい、無人島の編集してますね、これ、まあ、というのもですね、これ無人島の時に撮影した動画なんですよね。怠惰な性格から編集を怠ってしまい、こんな時期の投稿になってしまいました。誠に申し訳ございません。これは 2D マップの編集をしてますね。無人島のバトロワでは基本的にマイパート5、6個 2D が入りまして、今その1つを編集しているといったところですね。で、2時間くらい経過したんですかね、レンダリングができる、まあ、俗に言う書き出しですね、書き出しをするということで一段落ついたといったところです。一段落ついたので席を立ちます。向かう先は、もちろんプロテインです。1日に取れるだけ取ってください。で、筋肉が言ってたので、実践してますね。プロテインの他に3つほどわけわかんない袋から、粉を出してシェーカーにぶち込んでますね。効果は知りません。で、ここで飲むかと思いきや、次もまたわけのわかんない錠剤を取り出してますね。まあ、俗に言うサプリメントというものですね。基本的には信じてはないんですけど、まあ、飲まないよりは、まあ、飲んどいた方がいいかって理由で飲んでますね。1日に飲めるだけ飲んどけって筋肉も言ってましたし、これはビタミン系らしいですね。これは亜鉛とか甘辛だったと思います。で、これはカフェインと、脂肪燃焼剤だったと思います。これは1回の食事で7錠くらい飲みますね。効果はもちろん知れません。そしたら編集に戻ってますね。これは先ほど言った6つあるうちの3つ目くらいですかね。全体的に HP とか、武器とかの修正を含めて、まあ、1日かかったりするんですが、まあ、今日は調子良さそうですね。ただ今回は、この後思わぬ出来事が起こります。ソフトが落ちてしまいましたね。さすがの西尾くんも頭抱えちゃってますね。これですね、5分10分あったら復活するパターンもあるんですけど、これは復活しませんでしたね。ソフト再起動させてますね。1時間くらいの作業データがどっか行っちゃいましたね。マウスもカタカタさせちゃってイライラしちゃってますね。で、作業を再開しましたら編集で必要になったので開いていた CG ソフトをいじろうとしてますね。いや、落ちちゃいましたね。 CG ソフトも落ちちゃいましたね。まあこんな感じで1日に何度か落ちちゃうんですよね。これには西尾くんも思わずため息です。データも消えてしまったので、ここは一度パソコンの調子を、戻そうという試みですね。で、心も再起動ということで、ストレス発散に安西くんと、うんこ系自動車に乗ってラーメンを食べに行ってますね。食べるのも選択肢にポテチってあるっけ？ないね。これでいいか。 GoPro も落ちちゃいましたね。ついてないですね。もちろん向かった先はドテチンです。はい、16
はい、セミがいましたね。今日は運がいいみたいです。いつもドテチンでは僕はドテカラーメンという激辛ラーメンを食べてますね。ふと冷静になって見てみたら、昼間糖質制限をしてたのにラーメン食べに来ちゃってますね。これが俗に言う本末転倒というものですね。これも全部ソフトが落ちるのが悪いです。注文するときはだいたい中盛りの大辛ニンニクなしまでをワンセットにしてますね。まあ、今まではラーメンの大盛りに加えてチャーシュー丼までをワンセットにしてたんですけど、まあ、そんな食生活をね送ってますとね、首とね顎の境がなくなってしまうのでね、最近は控えてますね。そういえば激辛系の動画を投稿すると自称激辛通による辛辣な超激辛コメントが僕に向けられるんですけど、あれは一体何なんでしょうかね。一回真の激辛好きならスープまで飲み干すのが当たり前ですよ。この人は辛いのに耐えられるだけの人ですねみたいなコメントが来た時は僕もさすがに頭を抱えちゃいましたね。助けてください。え、ない、二人ともない、これ車内二人ともスタジオに忘れちゃったみたいですね。ちょっとタバコ流してきてな。安田さんね、タバコ落ちました。タバコ落ちてます。よかった、これで吸える。でもライターないんだよな俺。あ、ライター俺持ってるよ。いやー、終わってますね。いやー、マジで。あれ、もんだね。やっぱ落ちてるタバコが一番だな。当たり前に吸うよりうまく感じるだろ。どうだ全部床落とすから。そしたら再度編集部屋に戻ってきまして、どちらも再起動できたということで残りの 2D マップの編集に取り掛かります。まあ、僕は夜行性なので、まあ、どちらかというとここからが本番といった感じですね。と、まあ、こんな感じでいつも日常生活を送っていますね。ということでご視聴いただきありがとうございました。